中止パリ社本に描かれるドゥルダカドゥルダカのヤンとは、13世紀後半から14世紀初頭に、かけて大元ウルス及びカイドゥルスに仕えた、モンゴル人。クビライの御家人で、彼より、地位の高い者は誰もいなかったと称されるほど、好意の人物であったにもかかわらず、クビライと対立して、カイドゥルスに亡命し、クビライの死後再び大元ウルスに投稿したことで、知られる。 原子などの漢文資料では、枝路枝界、枝地枝界、枝地、枝ろ修士などのペルシア語資料ではもしくは、と記される。ドゥルダカの出自について、漢文資料の原子などには、列伝がないが、正方で編纂されたペルシア語資料の修士、コルラートブー属詞には、詳細な記述が残されている。チンギスカンの時代に、 コルラーとウイマクと部族出身の御家人にエブゲンノヤンがいた。その子ブルング隊のヤンもまた、チンギスカン時代に、好位御家人であった。その子デルダカノヤンは、アリクブ家に属し、彼の側についた。彼は大した罪も犯さず、彼に関する何物も出なかったので、クビライカーンは彼を御家人として、最小職を授けた。御家人たちの中で、クライが彼より、 好意の者は誰もいなかった。その後、彼をカイズのもとに派遣してかの、第、ことを彼に任した。ラシードッティーン、終士、コルラウト部属士、終士の記述によると、コンギラト系、コルラウト部出身のズルダカは、チンギスカンの時代から続く名家の出で、定位継承戦争時には、アリクブケ側に味方したものの積極的に、クビライと敵対していたわけではなかったため、 内戦終結後改めて首イに使えるようになったという。なお、ドゥルダカは終始で最小色にあったと記されるが、原始の最小表にはドゥルダカの名前は記されない。ただし、とよりは、最小表の主元15年から主元18年にかけて、左上昇の欄が空欄になっていることに注目し、この期間に左上昇の地位にあった人物こそがドゥルダカで、 原始末210で、次元17年に登場する、上昇脱里脱会は、ドゥルダカの威嚇の一つではないかと交渉している。クビライは、定位継承戦争に勝利したものの、帝国全体の総意を得たわけでもなく、事実上武力によって、定位を獲得したクビライに反発する王公は、多数おり、その代表的人物が、おごデゆけのカイドであった。カイドの勢力は、 当初弱小であったものの、1270年代末に起こった、シリギの乱を経てクビライが派遣した、鎮圧軍が解体、分裂したこと、モンケケ、アリクブケケといった半クビライ派の王族がカイルの下に亡命したこともあって、急速に拡大し、中央アジア一円を支配する強大な勢力に成長した。そこで、大カイル戦線に起用された将軍の一人がドゥルダカで、 ドゥルダカは遅くとも1284年には、モンゴル高原で軍を率いカイド軍と対峙していた。同年中には、後続のヤクドゥトキプ役人将軍のトトガクが、カイド軍を撃破した功績を、ドゥルダカ学未来に上奏しており、ドゥルダカは大元ウルス側の軍港を降下する高い地位にあったものとみられる。1286年には、アルタイ山脈を越えて侵攻してきた、カイド軍を、 ドゥルダカと、トトガクの二人が協力して撃退した。また、同年中には五条川トンに駐屯する神田寸が、疲弊した兵士の救済を願い出て、ドゥルダカが、その調査に当たることになったが、調査の上司者をやり取りしていては時期を逸してしまうと、判断したクビライがすぐに救済させたという記録が、残っている。この記述から、ドゥルダカの駐屯地は五条川トン 深海トンデンに近い位置にあったのではないかと見られている。1287年、オッチギン家のナヤンはクビライに対する反乱を企み、モンゴリア東方の省に密かに使者を派遣し仲間に引き込もうとした。当時モンゴル高原に駐留していたドゥルダカとトトガクはナヤンからカチウン家のシンナカルトコリゲン家のエブゲンに派遣された密詞を捕獲し、その企みをことごとく把握し、 クビライに報告した。その後、ナヤンの乱が始まるとシンナカルは、ドゥルダカとトトガクの二大将を宴会に招いて暴殺戦とし、ドゥルダカは当初これに応じようとしたが、トトガクが縁に行くことを止め、シンナカルの計画は失敗に終わった。また、同年中には、藩王の赤詩を捕虜としている。1290年には再び、カイドによる侵攻があり、 当時ダイオルドを守っていたドゥルダカと、ヤクドゥが撃退のため出陣した。ところがドゥルダカらの軍は戦わずして改装してしまい、ヤクドゥ軍の市長は、カイドハエカのヨブクルとメリクテムルによって略奪され、ヤクドゥは、わずか13機と共に逃れるほどの大敗を喫し、ドゥルダカはこれ以後しばらく漢文資料に記載されなくなる。一方、 終始には、ある者たちが彼を密告したので、クビライカーンは彼を召喚した。ドゥルダカは、恐れ少数の部下たちと逃げ、アリクプケノコヨブクル及びモンケカーンの孫で、シリギの子であるウルスブカと結んだ。そして彼の元にいたとあり、ドゥルダカは、何者かの密告によって、クビライに処罰されることを恐れ、ヨブクルとウルスブカを頼って、カイドウルス側に亡命したと記される。 原始、終始双方の比較により、ドゥルダカは1280年代に、行位の将軍として、モンゴル高原に駐屯していたが、1290年の敗戦によりクビライの信頼を失い、責任を問われることを恐れて、カイドゥルスに亡命するに至ったのではないかと、考えられている。カイドゥルスに所属している間のドゥルダカの動向については全く記録がないが、 クビライが1294年に死去してしばらく経つと、ドゥルダカと呼ぶ来る、ウルス部からは、オーモットウルスの側に投降することを考えるようになった。ドゥルダカが投降を決意するに至った理由について、終始、テムルカーン期は、私はクビライカーンを恐れて逃げたのです。私は、そこにいた間、全くカーンの軍隊と戦わず、攻めもしませんでした。 テムルがカーンとなったので、この時を後期とし、これらの将王たちと相談してきたのですというドゥルダカの弁解の言葉を記載している。そもそも、カイドゥは様々な理由からクビライと対立する者たちがより集まった、ハンクビライ勢力の連合体という側面が強かったが、他ならぬクビライの死によって本来の目的が薄れ、改めてオーモットウルスとカイドゥルスの国力差、 経済格差が浮き彫りとなり、ドゥルダからの投稿につながったものとみられる。1296年秋、モンゴル高原に駐屯するトトガクは、アルタイ山脈のウルンハンで、ドゥルダか、ヨブクル、ウルス部から三王公の投稿を受けた。三王公の処遇について大元ウルス内部では、様々な議論がなされたようで、終始、テムルカーン期によると当初オルジェイトカーンは、 ヨブクルは、許すが、二度も裏切ったドゥルダカは、処刑にしようとしていた。しかし、前述したように、ドゥルダカが投降後も大元ウルスを責めたことはないと、弁明したこと、またボロカンラが投降した王ーらを、あえて交遇することで、さらなる投降者を増やすべきだとする進言が、受け入れられたことにより、三王孔は全く罪に問われることなく、投降を許されることになった。 シューシュテムルカーンキによるとまず、ドゥルダカとヨブクルが先行して、オルジェイトカーンの下に案内され、ウルスブカはカラコルムに止められて、後から入庁することとされた。また、漢文資料によるとこの時、ドゥルダカ、ヨブクルらを先導したのは、皇族で、オルジェイトカーンのいとこにあたる新王カマラで、移動には、ジャムチのモーリンドであった。投稿後のドゥルダカは、ヨブクルと共に、 再び対カイドゥルスとの戦いの指揮官に任命されたようで、皇族のコ,コチ中、アスト人将軍、ウワズと共にカイド側の将バーリンと交戦している。なお、この時のドゥルダカは、上将とも称されており、終始、コルラート部族死で最小職にあったとするのは、このように上将の地位にあったことを指すのではないかと考えられている。ドゥルダカは、オルジーイト・カーンの死後、 クルクカーンの即位まで健在だったようで、即位式の直後に台風の地位を授けられている。ドゥルダカがどのような最後を迎えたかは記録がない。ありがとうございます。